いやー、鬼滅の刃良かったわ。二人の戦いももちろんだけど、吾妻善逸良かったね。アステラ祭も来てるし、太刀使いたかったから、モンハンでコスプレでもしてみるか？まあ、まずは髪型から入ろうか。身だしなみを整える。結構いろんなの増えてるから、さすがに同じ髪型あるんじゃない？お、これ良さそうじゃん。150円したけど。髪色は黄色ぶっぱでええやろ。おー、だいぶいい感じ。似とる似とる。じゃあ次は衣装だね。重ね着変更。下半身はキャハンっぽい金色アルファでいいか。上半身は黄色い羽織か。デスガロンのこれを黄色くしたらいける？近くで見ると違うけど、引きで見ると結構似てんじゃない？うん。衣装はこれでいいね。完成。あとは武器だな。ミラタチでいいか。あ、はい。壊れろ壊れろ。オッケー。何しょおる？こっち来いや。あよ。なんでじゃ。あやじゃ。このクソモンス。来い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 。打ちかましたら、オッケー。優勝、優勝、リベンジ成功。ジャガンゲット。これでミラタチ作れるね。ありがとう、おっさん。見た目は、善逸は白い鞘だから、これでいいね。よし、早速試し切りしてみよう。はい、はい。だいぶ近づいたけど、でもやっぱ映画見た後だとなんか物足りないな。あ、モンハンアイスボーン、モッドエフェクト、検索。お、これ良さそうじゃん。ダウンロード。モッド適用。再起動。おー、会心出た時青くなる。けど、まだチートしょぼいね。お、これ良さそうじゃん。モッド適用。再起動。どうやらエルサルカの武器の着せ替え兼エフェクトを変えるモッドのようですね。あれ？変わってない？おー、すげえ。特殊ノートは？おー、それっぽい。というわけで、これで完成ですね。エルサルカに持ち替えたので、ミラ武器いらんかったね。まあここまでせっかく似せたので、マットでも作ってみますか？ムービーの時にミラ武器担ぐか。あんま意味ねえけどな。